よ。どう？コスメよ。どう？今日はお金いっぱい持ってるか？持っとらんで。ちょうだい。いやいや、逆に。お父さんなんだけどお小遣いちょうだいよ。あかんの？え？あかんの？あかん。あかん。あかんこともないけど。餌に落ちかじゃん。餌に落ちか。全然嫌だ。どうすんの？もうちょっと打つ。え？もうちょっと打つ。おお、頑張れ。頑張れ。この前でやばいで。あ、もう時間ですよ、そろそろ。あと30分で。オーケー。3時の時間なんで。オーケー。団地妻の時間なんで。え？団地妻の時間なんで。あれあれあれあんな感じで。何言ってんだよな。あんな感じでやってた。ああ、分かった。ねえ、一緒にハーハーしようって。ねえ、一緒にハーハーしようって。ハーハーしておいで。どうぞ。ゲイさん、なんか今日変態。嫌だ。いい？ここでも。よっしゃ、やった。海打ちたかったの。ちょっと声も枯れてきましたが、なんと99分の1の海物語を事情により打ちたいと思います。惜しかったな。今日乗り打ちって言わんでよかった。嘘。そんなこと思ったら。落ちまいや。残念。もう終わりましょうか。うん、よう頑張った。お疲れ様です。ただ問題はこの銀子さんも結構展開が悪いらしいというとこなんで、本当にこの J チーム見せ場なしで終わっちゃう可能性が、とんでもないダメ動画になっちゃう可能性が、お、あかん、あるんでね、背筋が冷たくなってきたって。お、ケンジさん行ったよ。調子良くなってきた。だいぶ上がってきたぞ。さあ、え、ケンジさん行ったよね、今ね。さあ、こっからどうなる、何に発展するか。次や、
あれー、もういい、あ、まだか、あ、デリンゴリュガロ SP か、もう一個、もう一個行く、もう一個行く、わー、え、一緒やん、一緒やんけいや、でもいいパターン、直接行った。この辺でなんかあの 3D の魔界軍とかが出ればね、超激アツやったりするんですけど、いやでも意外に、お願いします、そろそろお願いします、サメか強い、強すぎる、強すぎるわ、こいつほんま嫌いよ、ほんま。じゃあリンゴ流、まあまあフェイスオブガロがねなかったからしょうがないけど、5枚目です。おお、激しく、激しいよ、いきなり金やったからね、先輩もしくは3年来た、来た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 、これは3年行くはず、おー、震えてる、震えておりますよ、震えております、チャンスですよ、カオル、カオルちゃん、うん、うん、そうそう、おいしい、お願いします、高賀さん、高賀さん、さあさあ、コースさん、コースさんいない、いないけど、あー、またない、フェイスオブガロない、待たせたね、あ、でもあれですね、桃源、桃源のレースです、本作からの、本作からというか新リーチですね、でしかもガロエスピの中でもかなり熱い部類、しかもこれ2人揃ってるバージョンですよね、あ、ちゃうわ、そうそう、桃源のフェリーチです、これ多分これだけで信頼度4割ぐらいありますんで、最強リーチなのでありますよ、いや、ほんまにあるでしょ、マジでガッタイ技が炸裂すればダメ、何なの、もうやだー、もうやだいやでもだいぶこの通常時の演出は堪能できてるんじゃないですかね、そうでもない、そうでもない、結構堪能してると思うんですよ、いろんなパターンを出してると思うんですよ、この辺で当てれば完璧、いあ、来た2回目の当たりが1,2,3,4,5、2回目の当たり来ました、2回目の当たり来ましたよ、お、赤文字よ、
ホラーか、ホラー系か。発展に期待。お、赤か、赤か。ないことはない。お、来た、来た、来たぞ。これ何回目のベースオブガロー。今度こそ、今度こそお願いします。先輩8、これが確か英霊進軍やったらチャンスなんですよね。さあ、あ余裕で弾き返された。ムカつくこいつ。あ、早い、意外と早い。さあ、いよいよ7枚目と思ったら5000円を投入します。お、4回目のあたり、うわー、洗ってもだ。5回目のあたりが通常で終わってもうた。はい、累計1085、まあまあ他の台も売ったのも含めたらなんぼでしょう、1200はいってないか、うん、回転ぐらいで、なんと魔城ラッシュ、魔城チャンスゼロということで、やっぱりガロシリーズとの因果を解き放つことはできませんでした。はい、いやー、とりあえずエンディングでまた動き出したいと思います、はい、お疲れ様でした。せーの、実践完了。こうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃ投げやり。お疲れ様でした。どうした、おとちゃん。いやー、本当に空が明るいですね。気持ちいいですね。眩しいですね、うん、どうしたんかな。え、どうしたん。どうしたも何も、もうとんでもない目にやったじゃないか。ほんまにほんまにもうとんでもない目にやった。とんでもない目や、ほんまもう7万円ドストレートでいっちゃいまして、しかも結局1回も当たらずっていう。え、回数ついてたのはあれ、回数そうなんですよ。あれがちょっと悪魔ですよね。あれ、あた一応当たりなんでね、1ラウンド通常なんですけど、あ、1ラウンド50玉しか出ないんですよ、あれ。だから僕250個しか今日出玉を獲得してないんですよ。大体明日いいことあるわ。いやいやいや、娘はどうやったんですか。娘はね、ね、あなたはね、見せ場ムンムンで、見せ場ムンムン、そうそう、追いだけムンムンで頑張るっていう、色気もムンムン、見せ場もムンムンでやったんですが、はい、どうでした。窓まぎ、うん、朝座ったやつからずっと粘って、特に見せ場もなくないのないの、うん、はい、大きい大人が2人と、うん、小さい大人が8人ぐらいおらんなったかな。大きい大人が、乙女って何、大人。ああ、大人、はいはいはい。でも粘ったってことは良かったってことですか。窓巻きの方は良かったんじゃないかな。スイカから歩いたし、おーおーおー、マジカルチャレンジね。400から以上はまらんかったし、はいはいはい、最後はまったけど、はいはいはい、はまらんかったし、ラッシュも入ったし、おお、ラッシュはそら入るわな、そらな、うん、あんだけ回しやな、うん、だけ。何が半かったんですか。やっぱ色気が足りなかったんですか。うん、色気はバッチリだったけど。ちゃんとやった3時あの団地相撲タイムやった。うん、やったやった。断蜜のようにやった。やった。ハンハンした。ほんまに？したよ。もう見てくれてる人は分かった。何も反応してくれないですけど大丈夫ですか。恥ずかしすぎて見れんかったの。ああ、そうなんですね。じゃあオンエア楽しみにしておきます。うんうんうん、はい。全然ダメやったけども、
まあお店の他のね、うん、お客さんまで出しとったんでね、後ろのハーデスすごかったよ、うん、月並みですけども、はい、であなたのあれその窓脇の方も隣やったっけ、なんか側前兆どうこういうつで、あれそれハーデスやったっけ、側前兆見たって言ったの、うん、はいはい、嘘、え嘘、何嘘っすか、何嘘っすかいや側前兆見たかって言うから話長くなりそうやけんうんうんって言っただけごめんごめん、何やねんそれ、あでも吉村のアイコンはチェックしたよ、あ吉村のアイコンチェックした、うん、全部吉村やった、あほんまそかそれいらん情報や完全にそれいらん情報やからあでも一個だけ姫田やったよ、あもう座られてたからな、はいはいはい、それも嘘なんやろ、うん、ほんま一人だけ座ってた、わかりました、うん、まあとりあえず僕のねガロの方もね一番右の方にパッて座った人は、うん、いきなり当ててマジョーチャンス入れて100連ぐらいやったっけ、100連ね、まあ、100連って言っても100回って言っても2ラウンドやからあれなんやけど、あそれぐらい当たってたらしいんで、まあ、本当に僕が悪かったっていうことだけですね、皆さんは当たってたということなんで、ぜひね、次回もし機会がありましたら、うん、リベンジしたいなと、2人でリベンジに、はい、行きましょう、思いますんで、ほんま今日は見せ場がなくてすいませんでしたすいませんでした、はい、また J チームやっていきますんで、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、J、いきます、 J チーム2回目に、ちっちゃありがとうございました、すいませんでした